初期のカトゥーンバを描いたハガキカトゥーンバは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州ブルーマウンテンズ市の中心部であり、ブルーマウンテンズ市議会の行政本部である。カトゥーンバは、シドニーからグレートウエスタンハイウェイを経由し西に1 1 0トルリス号の南東3 9トルに位置している。カトゥーンバ駅は、メインウエスタンラインの駅である。カトゥーンバは、 ブルーマウンテンズ周辺のブッシュウォーク、ネイチャーウォークの拠点である。2016年の国勢調査におけるカトゥーンバの人口は7964人である。ケズンバ、またはカッタトゥーンバはアボリジニの言葉で輝き落ちる水、または丘を流れる水を意味しており、ハリーアンフィシアターの崖下のジャミソン渓谷に流れ落ちる滝からその名を取った。以前はその場所は、 ウィリアムズ・チムニーとコレットスワンプとして知られていた。1874年、この地域は近くの採石場に続く鉄道駅の名前にちなんでザ・クラシャースと名付けられた。カトゥーンバという名前は1877年に採用され、町は1889年に自治体の地位を獲得した。何千年もの間、ブルーマウンテンにはアボリジニの人々、特に ガントゥンガラ族とダルグ族が住んでいた。彼らはこの地域を光り輝き落ちる水を意味するケズンバと呼んでいた。今日でもブルーマウンテンズには多くの伝統的なアボリジニの人々が住んでいる。この地域には地域の豊かな歴史や地元の部族の習慣、遺産を知ることができる場所が数多く存在する。カトゥーンバと近くのメドロバスははじめ19世紀の終わりにかけて 観光地として開発され、数多くのホテルが建設され、その後、繰り返し拡張された。ジャミソンバレーでも長年石炭とシェールガスの採掘が行われていたが、20世紀初頭までに採掘し尽くすと、カトゥーンバはリゾート地へと変貌を遂げた。1960年代までに、カトゥーンバは幾分水大し、ゲストハウスのいくつかは、回復期の病院を含む他の目的のために改築されました。 1980年代には多くのゲストハウスやホテルが修繕されたり新規で立ち始めたりした。カトゥーンバは夏は穏やかで冬は涼しい海洋性気候である。カトゥーンバでは夏の日中の気温は通常摂氏20度台前半であるが稀に摂氏30度を超えることがある。夜間の気温は通常摂氏10度台後半である。冬の日中の気温は 通常約摂氏10度、晴れた日の夜は摂氏0度、曇りの日の夜は3摂氏4度である。通常、年間2から3回の積雪がある。カトゥーンバ派年間を通して湿った気候であり、年間降水量は約1400ミ、mm、リメートルである。平均気温はシドニーより摂氏7度ほど低い。カトゥーンバは年間79.8日は晴天である。 ブルーマウンテンズの冬の景色ブルーマウンテンズは冬の雪で有名である。しかし気温が低いにもかかわらず上部の山岳地帯では年間5日、程度しか降雪がない。ローソンよりも標高が低いところに雪が降ることは非常に稀である。早朝、霜が降りるのは珍しいことではない。夕方、車のフロントガラスに熱い氷の覆いができる。 過去何度かの大雪が記録されている。1900年7月5日、雪の吹き溜まりは、ブルーマウンテンの一部で6フィートを超えたという記録がある。雪と氷は、ニューサウスウェールズ州中部全体に重大な問題を引き起こし、鉄道と道路の閉鎖、建物の損傷、電信サービスの中断などがあった。1965年7月17日の冬の、 嵐もこの地域に非常に激しい雪と氷をもたらし、建物に損傷を与え、道路や鉄道の輸送に大きな影響をもたらした。最近では2015年7月17日にブルーマウンテンズの上流にあるカトゥーンバや、周辺の町で寒波により、最大20センチメートルの降雪を記録した。これは、ここ数年で最も多い降雪量であった。 カトゥーンバの南端にあるスリーシスターズカトゥーンバ郊外シビックプレイスから見たカトゥーンバこの地域の風景とアールデコ様式の店と住宅は多くの人々を魅了している。多くの詩人、芸術家、環境保護活動家は一般的にカトゥーンバとブルーマウンテンズに住んでおり、街では地元の才能、芸術、手工芸品に特化した当時祭ウィンターマジックが開催される。 このフェスティバルはブルーマウンテンズ地域の幽霊フェストとして注目を集めるため1994年に始まった。幽霊フェストとはオーストラリアの冬の6月から8月にかけて北半球スタイルのクリスマスのお祝いを促進する長期にわたる観光イニシアチブである。小説家で歴史家のエレノアダークは1923年からその生涯を終えるまで夫である。 エリック・ダーク博士とカトゥーン場に住んでいた。夫婦の家、バルナは現在、バルナ、作家の家となっている。1921年、制作会社のデュオである、レーモンド・ロングフォードと、ロッテ・ライエルは、街の中心部の一部で、ブルー・マウンテンズ・ミステリーを撮影した。ウルスラ・デュ・ボサルスキーの1991年のタイムトラベル小説、ジジ・ジングは、 1938年のカトゥーンバを舞台にしている。詩人であり、作家でもあるスティーブン・ヘリックは、現代のカトゥーンバを舞台とした、小説、ザ・ボガン・マンドリアンを書いた。彼の詩小説、ラブ・ゴースツ・アンド・ノー・ザ・ヘアも街に設置されている。ブルースのミュージシャン、クロード・ヘイもカトゥーンバの居住者であり、街の郊外に自宅とレコーディングスタジオを構えている。ヘイのアルバム、 2007年のキス・ザ・スカイ、2010年のディープ・フライド・サティスファイドの両方ともカトゥーンバで収録されたものであり、後者は2010年10月のルーツ・ミュージック・レポート、オーストラリア・チャートで1位、エアプレーワールド・ワイドで21位となった。カトゥーンバの美しい景色と静けさ、そして周囲のブルー・マウンテンズ地域は、長い間、休息とリラクゼーションを求めるシドニーの人々にとり、 安息の地となってきた。多くの有名人や裕福な地元の人々が、特にカトゥーンバの東にあるルーラを中心に、壮大な景色を望む家を建てたり修復したりしてきた。カトゥーンバとその周辺地域は居住する、芸術コミュニティを魅了するだけでなく、芸術と音楽のインスピレーションとなっている。例えば、オーストラリアのアーティスト、ピーター・キングストン、シドニーの保護活動家、 ルナパークはカトゥーンバと周辺地域にインスパイアされた作品を残しており、ブレイブクルーエルというルーラ駅を立つ人影を描いた植国もその一つである。他にもメキシカンスピットファイアの曲アンティルには都市生活のサンクチュアリーとしてのカトゥーンバを歌った歌詞が含まれている。これらのサブカルチャーに加えてこの地域には文化的に多様な家族が数多く住んでおり、 多くのアボリジニの人々も暮らしている。ガリーとして知られているカタリナ・パークは2002年5月にアボリジナル・プレイスに指定された。ガンドゥンガラ族とダルグ族が長い間暮らしてきた生態学的、文化的に敏感な地域である。カトゥーンバを本拠地とするガンドゥンガラ部族評議会アボリジニ・コーポレーションは伝統的なガンドゥンガラを代表する非営利組織であり、 イサント文化の広報やカントリーに戻るガンドゥンガラの人々のサポートを行っている。また、1995年以来、ブルーマウンテンズとその周辺地域を含む彼らの伝統的な土地に対して、原住民の権利主張を行っている。カトゥーンバには、地域のコミュニティラジオ局89.1ラジオブルー、マウンテンズがある。地元の映画館は、グレートウエスタンハイウェイにあり、 ザエッジと呼ばれている。2014年以来、カトゥーンバは、各年で行われる、バーティカルフィルムフェスティバルを主催している。カトゥーンバには、ライブエンターテインメントシーンもあり、様々な会場や劇場で、幅広い音楽を提供している。2016年の国勢調査で、カトゥーンバ郊外の人口は7,964人だった。 ケガンバ側のカトゥーンバだけカトゥーンバの主な産業はその山の風景を生かした観光である。一般的に知られているスリージスターズは街の中心から南に2トルのところにあるエコーポイントから見ることができ毎年400万人が訪れる。その他にもエコーポイントからはソリタリーサンやルインドキャッスルという岩を見ることができる。エコーポイントから歩いて すぐのところにある巨大な階段を進むと、渓谷を抜ける自然散策が楽しめます。階段を含むジェイミソンバレートラックは、多くがメンテナンスのため近年閉鎖されていたが、その後ほとんどが再開された。他にも広大な温帯の温帯雨林、沼地、多くの滝がある。その他の見どころとして、町の南西にある観光複合施設である、シーニックワールドがある。 この場所には世界で最も急なケーブルカーの鉄道、カトゥーンバ高原鉄道があるが、もともとはジャミソンバレーで石炭とオイルシェールの採掘のために建設されたものである。シーニックワールドにはジャミソンバレーの縁を移動し、カトゥーンバダキとオーハンロックの景色を望むことができるシーニックスカイウェイケーブルカーもある。2004年老朽化が進んでいたスカイウェイケーブルカーは、 液晶パネルの床がついた新しいケーブルカーに交換された。このケーブルカーでは移動中に床が透明になる。カトゥーンバにはホテルやゲストハウスが数多くある。最も古いものは1882年に設立され、町で最も高い場所にあるキャリントンホテルである。カトゥーンバストリートを中心とした町の中心部には20世紀初頭のパラゴンをはじめ、 数多くのカフェやレストラン、古本屋、アンティークショップが数多くある。カトゥーンバは、駅が、クラッシャーズと呼ばれていた1874年に、メインウエスタン鉄道と接続した。カトゥーンバ駅には現在、ブルーマウンテンズラインが乗り入れている。グレートウエスタンハイウェイが、主要アクセス道路となっている。カトゥーンバ飛行場も街の中心部から11.5キロメートルのところにある。 遺産に登録されているキャリントンホテルカトゥーンバにはニューサウスウェールズ州遺産登録簿に指定、記載された遺産がいくつかある。ありがとうございます。